パパパパーン。パパパパーン。神父、あなたはここにいる夏色祭りをやめる時も、健やかなる時も、夫として愛し、敬い、愛することを、愛、誓いますか？誓います！イエーイ！やったぜー！待ってくれよ！ヒーロー！待ってくれ！うるさい！いつも、いつもそうやって、私はどうせ103番目の女なんでしょ！もういいよ！皆さん、今日は、結婚式からの離婚、最後まで見届けていただいてありがとうございました。はい。入ってますか？入ってます。はい、オッケーです。参戦した。オッケー。はい、改めましてこの気持ち悪い顔のやつらが、やつがヒーロちゃんです。こんばんは、みなもりヒーロです。よろしくお願いします。103番目の女です。イエーイ、イエーイ、フフ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 。今日は愛の巣を作るためにやっていこう、うん、なんとね、これね、ちょっと始めましたら見てこれ、村があんの。そうそうそう、すごいよね。初手村カバー名っていうかさ、あの愛の巣って名前にしたからさ、多分、うん、来てくれたんだと思うわ。ちょうどね、人参取ってもいいの？いいんだよ、いいんだよ。畑荒らしてけ。ババ、人のものは自分のものだから、大丈夫大丈夫。わかった、あ、まずね、やっぱ引っ越してくるわけですから、ご挨拶が大事ですよ、ヒーロちゃん。です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 。はい。こんにちは。はじめまして。こんにちは。こいつの名前は？うん？こいつの名前は何？この子は、防具。あ、殴っちゃった！やばい！ごめん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 。ごめんなさい、リンチさん。はじめまして。最近越してきた、バツイチの、バツイチの、みなもりヒーロと、夏色まつりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、あ、うんって言った。うんって。まり年収さ、まつりの年収さ、300万だからさ、うん、嘘だけどね、嘘だけどね、300万もないんだよな。300円の300円バイトしてないからね、バイトしてないから。祭り速報、夏色祭り年収300円300円だから300円です。祭りの年収300円。あ、でも今のね、このね、あのスパチャをいただいたので年収超えました、うん、更新、年収更新させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。誰誰、あ、クリ、あ、クリーパーが、あ、何お前、ちょっといい加減にしろよ。ちょっと待って、びっくりした、びっくりした。どうした、うざい、どうした、どっこい。街からゾンビのなんかやつが来たぜって。任せろ、私に任せ。ほら、あ、遅かった。何 LDK にする？次、1LDK でよくない？ 1LDK はワンルームってことね。うん、お風呂とかさ、お風呂必要だよ、だって臭いもん、ヒーロちゃん、うん、嘘です嘘です嘘です。え、みんな聞きましたか？この凄まじい風評被害、もうこの人からみなもりヒーローくせえっていうね情報が流れたら、もう本当に基礎だぞ、祭り。すいません、ひどい話だ。さすがに、だって毎日毎週毎週サンバ踊ってるからくせえよ。そうだよ、開きの。じゃあもう一緒に、じゃあお風呂入ろう。 お互い臭い体をもう共に流し洗おう、流し洗おう、ね、うん、流し洗おう、うん、お互い臭いからね。私さっきお風呂入ってきたばっかだけど、くさくさコンビ、くさくさ、嫌な嫌な名前だな、嫌な名前すぎるぞ。汚ねえ汚ねえ、くせえくせえ。詳
い分担いいっすね。うん、やっぱね、夫婦なので、夫婦じゃない、夫婦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 、夫が男で、夫が女だったら夫婦か、夫婦だね、夫婦。うん、私たち夫婦でございます。皆さん夫婦でございます、夫婦でございますよ。よいしょよいしょ、あーよいしょよいしょ。ねえねえねえ、将来さ、もしさ、なんかこう、うん、住む暮らすんだったら、うん、一軒家とマンションどっちがいいんですか？どうだろうな。でもなんか一軒家の方が、うん、ゴキブリがすごい出るイメージが。そうかな、私そんなイメージないが。本当か、なんか、あ、でも、でも、あー、でも迷うな。一軒家の方がさ、ペットとかも飼いやすいイメージがあるから。うん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 、そうですね。一軒家でペット飼って、で、あの、バーベキューとかできる大きい庭に住みたい。マジか、年収いくらくらいいるんだろうな、それ。わからない。まつり、1億稼いで。1億稼ぐ女になるか。頼むよ。まつり、すごいさ、ごぼう。怖い。ああ、びっくり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 。まつりはね、将来ね、一軒家がいいんだ。まつり見つけた。お、何よ？おめでとう。よくわかんないけど。釣りは一軒家がいいな。一軒家ですごい、耐震工事しっかりしてるところ。変に変なところで、あれ貴重面だな。いや、耐震工事は大事。大事。本当に大事。大事。本当にもうめちゃくちゃ大事。大事大事。祭り子供欲しいからね。子供作ったらやっぱ安心じゃないですか。耐震工事してたらね。皆さん、そうだね、私たちの子供も守れることできるから。あ、痛い、あ、死ぬ、松井ごめん、私死ぬ、あ、生きて、さよなら、今回と焼けた。マグマダイブしたのか、大丈夫か、何があったんだ。逃げようと思ったのに。ちょっともう一回行ってくる、チャレンジしてくる。いや、その奥にダイヤモンドがあったからさ。あ、なるほどね、それは欲しいね。ちょっとどうしても祭りにあげるって言いたかったから、ちょっともう一回やってくる。なんだ、可愛いじゃねえか。やっぱね、結婚指輪はね、ダイヤがいいんだよね。なるほど、そうだな。なるほどね。そう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 。そうしよう。でも私は、祭りと一緒だったらもう、なんか、草とかでも嬉しいよ。そうなの？じゃあ、クローバーで。年収300円だから。うん、クローバーでも嬉しい。クローバーでいい。よかった。あ、優しいなぁ、うん。祭り好きだから。次は、子供は何人欲しい？難しい質問だね、祭りね。二人欲しいなぁ。一人だと寂しい。あー、うん。私も一人っ子だからな、その気持ちはわかる。寂しかった。寂しいんだね。寂しくて、そうそう、寂しくてね。子供買ってってデパートで言ってたから叫んでたらしい。そう、怖いよ。小さい頃の私は子供は買えるものだと思ってたらしくてですね。やべえ。やべえこいつ。でもさ、ちっちゃい頃はさ、やっぱさ、いろいろね、ピュアだから、心が。今もね、ピュアピュアだけどさ、まあいいか、ね、分からないじゃん、いろいろ。あ、そうかもしれんが、やば、発想がな、発想がな。祭りもね、お兄ちゃん欲しかったんだよね。え、もしさ、なんか買えるとしたらさ、何がいいっていうか、お兄ちゃんとか妹とか何がいいの？私はめでたいから、弟か妹が欲しい。あ、そうなんだ。弟祭りいるけど、辛辣だよ、すごい弟という生き物は。いや、それは、すべての弟くんがそういうわけじゃないからね、まつりさんよ。まつりの弟だからっていうこと？そうとも言えなくもないですね。うん。まあ、ね、強く生きよう。やっぱ、思春期っていうものがやっぱさ、世の中存在するわけで。なるほどね。まつりがちょっとセクシーすぎるから、ちょっと。ん？
大体どのあたりがセクシーって言い張るのですか？胸いやー祭りよ、はい、それは嘘だ。はぁ、あ、諦めろ。なんだよ、そんな変わらないだろ。私はそんなね、無理に着飾らない君より、え、ん、無理に着飾っている君よりね、着飾らない君の方が好きだよ。ありがとね。はい、最近このさ、うん、ってやつあるじゃん、うん、これさ、これをめちゃくちゃね大きく鳴らしたいなって思って、どうすか。そう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 、いや、もっと響かせたい。響かせ、あ、結構今綺麗だったくないか。綺麗だった、綺麗だった。うん、わかった、ちゃんと作業してどんな感じ今はもう、ね、屋根ができてね、もうあとは内装だね。内装、内装、早いね、早いな、さすが光の速さで建築する夏色祭りでしょ。すごいな、ですからね。うーん、なんかペッ、こっちにもやって、アシメントリーみたいにしとこう。アシメントリー、アシメントリー、かっこいい、かっこいいでしょ。ちょっと意味はよくわかってないけど、いや、いい家じゃん、なんか牢獄みたい。ろ、え、ん、牢獄の意味わかる、祭り、かっこいいからっていう理由で使ってない、その言葉大丈夫。かっこいい、わかるか、牢獄の意味わかるか、祭りよ。なんかピッて出てる、こっちも足メントリーにしとこう。祭りちゃんは最近はどうかな、ざっくり、何、女の子癖、女の子癖、女の子癖、あ、私最近でもね、うん、全然全然、うん、うんうんうん、うん、本当に、うん、そうでもない、うん、最近はもう全然これっきり、うん、うん、そうなんだ。まあね、いろいろね、まあ祭りは女たらしとか言われてるけどさ、そうそうそう、そんなことないぞ、ね、と言ってやってくれ。私は103番目の女でも別にね、いいんだよ、祭りがね、うん、女たらしでもさ、うん、それでも私のことを好きでいてくれるんだったら何でもいいやって思ってきて、病んでないよ、病んでるかもしれない。これは病んでるかもしれない。病んでたか、ちょっと今メンヘラっぽかったな上がろう、一緒に上がろう、うん、上がる、祭りは上がる、上がるの難しいんだよな、絶対上がれない。祭り、何、祭り、知らない、上がれない、うるせー、上がれない、知らない、ファイナルファンタジー、うるせー、ファイナルファンタジー、ファイナルファンタジーねえ、上がらね、マジで上がらね、あー、うるさ、まつり、家見ていい、まだ見ちゃダメ、あ、ちょっと今ね、外向いてる、海を向いてるよ、今大丈夫、あ、いいよ、ね、じゃあ見ていいよ、オッケー、いいよ、いくよ、うん、3、2、1、じゃーん、あれ家どここれそう、これはまた、そうですね、なんか、あー、段ボールみたいな、はぁ、ティラミスだって言ってんだろ、え、わかったわかった、中は、あ、ねえ、さ、これ、祭り、何、ねえ、これ、頑張って作ってくれたの頑張ったよ、頑張ってくれた、頑張った、分かった、じゃあ入るね、お邪魔します、はい、どうぞ、私たちの新居、あー何もないねえ、寂しいいいじゃん、必要最低限あるでしょ、しかもさ、土がないからお花を置けない、ここに咲かしとくかっこいい、ここに咲かしとくね、寝てよ、うん、うん、はい、あ、祭り、あ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 、だ、あ、あ、お、お、だ、何あれ、何あれ、
は？牢獄にはな、お花は多分置いてないよ。だからだよ。人死んでんじゃん、多分ここで。いいじゃん。人、ゾンビ来た。お花を入れる。マジで、ちょっと家、私たちの家の中で隠れましょう。おいで。え？ペットが、え、おいで？おいで。ね、お客さん来たよ、お客さん。お客さん来たよ。ちょっと、お客さん。誰？お客さん。ねえ、やめてよ。それはお客じゃない。やめなさい。こら、こら。いい。お客さんを殺してる。お客さんじゃない。この人の家に行くと。あ。で、剣あるんだったらそっちが叩く。ちょっと。ねえ。お客様困ります。お客様あ困ります。幸せの黄色です。で、なんで見ないの？あ、うんうん。あ、ほんとだ、すごい。かわいいね。タンポポ？これめちゃくちゃかわいい。これは、なんだっけ？見てみよう。うん。タンポポだって。タンポポだ。タンポポ美味しいよね。うん、うん。そうだね。タンポポよく小学校の頃食べてたけど、普通に美味しかった。三つ葉の方がうまくない？あー、三つ葉、まあ、確かにちょっと癖のある味だけど、まあまあいけるかな。タンポポは初心者でも全然いけるって感じだったから。でもさ、タンポポのさ、天ぷらとかあるから、うん、まあ、確かに。そう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 、うん、割と初心者でも食べれるんだけど、まあでも、落ち葉はクソまずかったな。もみじ。あ、ダイヤの剣作ってる。あ、これね、プレゼント。おい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 。はい。ありがとう。あ、それで戦ってね。ありがとう。うん。確かに松井もね。あーねえ、シュッてした、今シュッてした、シュンと落としたよ松井。あDV は良くない、ドメスティックバイオレンスはダメだよ、やめて。ごめんね、本当は君のことを愛しているんだ。あ、そうだよね、ありがとう。あもう知らない。家出ちゃった。ごめん。どうしようどうしよう。はい。バラがあったよ。バラがいいね。バラ、バラいいね。ちょっとお部屋に飾ろう。情熱の赤いバラ。そして、ジェラシー。いや、ひまわりを探してたんだけど、全然ひまわりがなかった。ひまわりあるんだけどね。あ、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 まつり。何？バラだと思ったんだけどさ。うん。ポピーだった。今日のポピー。ポピーだった。ポピー。ポピー。ポピーのお花だった。全然違ってた。そういう時もある。そういう時もある。うん。ヒーローさんはお花が好きなんだね。うん、好きだよ。頭の中のお花が出てきてるもんね。赤子の中のお花？頭の中のお花。頭の中のお花、そうだよ。ん？あのひまわりはね、頭の中から生成されているものでして、引きちぎってまた生えてくるので、今度祭りにもあげる、このひまわり。いらな。え？逆にね。いいじゃん、ひまわり。かわいいじゃん。ひまわりはかわいいけど、引きちぎったものはいらなくないですか？ちょっとさ、引きちぎったひまわりを渡すっていう光景がなかなかに最高すぎる。ゴリラすぎて。ゴリラすぎて。ブチーって。そんなに引きちぎったらもうひまわりぐちゃぐちゃになっちゃうよ。そっとね、そっとするの。そっとするのね。うん。よいしょ。じゃあ、まつり、上からガラスの作業するね。じゃあ、私水作ってくるね。オッケーオッケー。オッケー。いいね、いいね、このちょっと共同作業チック感。いいね。素敵だね。いいね。もう散々ね、もうなんか、離婚した二人って言われてたから。そうそうそう。やっぱね、仲良くやっていくのって大事だと思うね。うん。あ、落ちた！ぐらい。わあ！
ごめんごめん、もう一回。親方、天から天から、天から天から女の子が。で、ちょっと待ってね、うん、あーいいねー、こんな、あー、いや、お風呂にしてはなんかお風呂っていうよりかなんかもうため池って感じだけど。あ、ちょっと水一回抜いてもらっていい？はい。あ、で、穴入ってみて、ちょっとどんな感じか上から見たいから。あーいいね、これ大丈夫か？うん、これ何？あー、ちょっと待って、あー、あ、いち、え、私まだ燃えてるんだけど。あ、え、え、どうしたの？ひーなちゃん、何があった？どうして、これ、これ、あの、まつりさん、これは何ですか？お風呂。あの、松井さん、私たちのマイホームが燃えてます。あの、大炎上。あ、大炎上してる！ねえ、あ、あ、めっちゃ燃えてる！ねえ、絶対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 、あー、大変だ。ちょっと水水水、水も全部燃えちゃった。ねえ、いや、嘘だろ、お前。嘘だろ、お前。わかるよ。私、さすがにそんなことしないと思ってたの、今回ばかりは。今回ばかりはさ、君のこと信じてたよ、私。嘘でしょ？ねえ。ねえ、ちょっと止めようよ、ねえ。お鼻が、あー、ちょっと待って。ちょっと待って。ねえ、ねえ、もうサイコパスだよ。ねえ。ちょっと。もうなんか、とっさに人参しか持ってこれなかったよ。どうしよう。どうしよう、これ。で、どうやったっけ？もう、どう？マイハウスはどうだい？気に入ってくれた？いやもう全然もう二人で幸せになろうね。あ、でもさ、ちょっと待って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 、うん、あ、じゃあこっちだけ、あ、いい、うん、そこでこっちだけ見てて、ほら、うん、ね、幸せになろうね。痛い痛い痛い、うるせえ、お前マジで叫んだよ。痛いよ、痛いって今日は、いや、痛い、さ、ごめん、楽しみにしてたのに、人参で殴らないで、ごめんごめんなさい、やだ、痛い痛いよ。 DV はやめろって言ったでしょ。 DV、 やばい、ごめんなさい、ごめん、痛い痛いよ。本当にさ、皆さん配信前で私たちね話してたんです、釣りはね、いやもう今日はリスナーさんバッと驚かせるような素敵な家作ろうねって言ってくれてたの、はい、それがこれだよ。いや、バッと驚かせたでしょ。驚かせたのベクトルが違うよ、これは。違うよ違うよ、求めてたのそれじゃないよ多分。釣り、気を確かにしろよな。痛い、マジか。あ、いや、私本当に結構ルンルンで楽しみだったから、お花も摘んできたのに、あ、すべて台無しだぞ。ゴボボボボじゃないの。なんでマグマとか入れたの？お風呂だけあるよ。お風呂。じゃあ一緒に入る？うん。じゃあ三二一で入ろう。うん。行くよ。三。はい。二。二。一。ゴー。お前マジふざけんなよ。じゃあ。おい。いや、もう何だったんだろうな、何だったんだろう、ね、私たちのこの1時間。いや、でもエンディングも流れてきたよということで、今日はとても楽しかったです。最後の最後までさ最後の最後まで心をもうもてあそぶ女、夏色祭り、分かった、ね、ごめんね、分かった、自分で命を落とすから許して、うん、え、おい、早まるなよ。今までありがとう。そうだ、祭りが初めて見つけたダイヤモンドを持って祭りマグマに飛び込もう。早まるなよ。あ、ちょっと待てよ。あ、ゾンビにやられたんだけど。ゾンビにやられた。ねえ。最後にこの儀式をして終わろう。わかった。あ、ダイヤを燃やすのか、もしかして。そうだ、それが私たちの指輪交換みたいなもんだ。そうだな。じゃあ3、2、1でいくぞ。うん。
3、2、1。シワ。あれ？あれ？入らない。どうやってんのこれ。あれ？あーたー！熱い！熱い！あいつー。ナイスゾンビ！あなたのことを心から愛しているわ、あなたのことを。ざまあ見ろ！ざまあ見ろ！はい、ありがとうございました。ありがとうございました。とても楽しいマインクラフトでしたね。そうでしたね、もう本当に。今まで結構マインクラフトは何度か経験はしたことはあったのですが、はい、やはり夏色まつりさんとするマインクラフトはいろいろとぶっ飛んでいて楽しかったです。刺激的だったね。刺激的でしたね。そうでしたね。めちゃくちゃ刺激的だったね。ね、またやりましょうね。まつりどこ行った？あ、いた。またやりましょうね。最後にツーショット撮ろう。うん、ツーショット。ゾンビと？でこの子供ゾンビボコボコにちっちゃくて早い、やだ。ボコ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 。じゃあちょっと家をバックにね、家をバックに撮ろう。そうだな、せっかくの家だから、ここでこうしよっか。はーい、はい、チーズ、チーズで、パシャーパシャ。いいねー、撮れた撮れた撮れた、いい感じ。ありがとう、やったね。よし、後で送って、それ。オッケー、じゃあ、後で送るねー。よろしくお願いします。ということで、皆さん、今日はありがとうございました。とても刺激的なマインクラフト、いかがだったでしょうか。でしょうか。まあマイホームはこんな感じですね。あきちゃん、ほんとだ。あきちゃん食べる。もぐ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 。あいた。あきやきに殴られた。あきやきに殴られた。私もね、盆栽のふうきちゃんみたいな感じのね、うん、心に余裕を持たせようと思ったから。なるほどね。そうよ、ありがとう。あなたは、あなたはこれからも私をもてあそぶのね。うん、はい。おしまい。おしまい。おしまい。バイバーイ。バイバーイ。なんだこれ、なんだこの空間、なんだこれ。え、終わった？マジで終わった？終わった？もう終わったの？マジで終わった？楽しかったね。終わった終わった。これはやべえよ。ごめん、トイレはマジでやべえよ。ごめんなさい、びっくりした。ごめんなさい、ごめんなさい。みんな配信撮ってくれてありがとう。